こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、ジャンボオムライスを作りました。で、エビフライも乗ってます。では、作り方いきたいと思います。まずは玉ねぎをみじん切りにします。毎回みじん切りのやり方を忘れるんですよね。ウインナーを切ります。ピーマンは小さく切ります。で、次にトマトジュースを入れます。で、コンソメを入れます。ちょっとなじませて、塩コショウで、さっき切った玉ねぎ、ウインナー、バターを一箱の半分入れます。そして炊きます。ご飯を炊いてる間に卵を用意します。牛乳、塩コショウで割りほぐします。で、今日はエビフライも入れます。はい、ちょっと炊飯器でお米がうまく炊けなかったので、圧力鍋を使ってちょっとまた炊き直しました。で、ここにバターで、ピーマンを入れます。で、混ぜます。で、次は卵を焼きます。フライパンでバターを溶かして、トロトロの卵を焼きます。で、炊けたケチャップライスに卵をかけます。そうです。いや、なんとかできました。いただきます。わー、めっちゃ美味しそうです。トロトロの卵、頑張って炊いたケチャップライス。うん、うん、あ、ちゃんと火が通ってます。で、なんかちょっといい感じに芯が残ってて、ピラフっぽくて美味しいです。わー、すみすみすみの遊んだすみ遊んでほしいとき、あの声出すんですよ。ご飯が終わったら遊んであげる。あ、うん、うん、やっぱケチャップと合いますね。あー、ウインナーも美味しい。絶対飛ばすんですよね、ケチャップあの、エビフライ、うん、うん、よく上がっとるから、ここも食べよう。バターもたっぷり使ったけど、バターの風味がすごいして美味しいです。帰ってきた。冷房入れたら大丈夫かなと思ったけど、やっぱり髪を結ぼう。いや、もうほんと最近暑くなりましたよね。私もすごい汗っかきやから、特になんか歩いてから止まるとめっちゃ汗かくからすごい嫌だ。電車とかでみんなを見てもそんなに汗かいてないけど、なんか私異常なのかなっていうぐらいめっちゃ汗かくっちゃね。
この中央に残ってるご飯すごい熱い湯気が出てる。でもここをちょっと掘り返して食べないと卵がね分配がねおかしいなことになっちゃうんですよね。圧力鍋で炊いてさ、おこげができたからおこげが美味しい。最後のエビフライです。めっちゃ美味しかったです。でも卵もたっぷり使われててバターもいっぱい入っててすごい美味しかったですね。エビフライもね乗っててめっちゃ豪華でした。でとっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。バイバーイ。本日の体重です。おぉ、ちょっと増えました。なかなか40キロ台になりませんけど、頑張ります。